ボクシング、柔術、防術格闘、そしてフランス式キックボクシングの要素を組み合わせた格闘術と五神術の要素を合わせ持つマーシャルアーツである。1903年、推理小説シャーロック・ホームズシリーズの著者、アーサー・コナンド・イルによって名が残るようになった。20世紀になってからは、あまり盛んに実践されていたわけではなかったが、2002年以降、バーティツは、 復活を遂げている。1898年、過去3年間を日本で過ごした英国人エンジニアのエドワード・ウィリアム・バートン・ライトはイギリスに帰国するとニューアート・オブ・セルフ・ディフェンスの設立を発表した。彼が主張するにはこのギゲーは様々な格闘スタイルの最良の要素を一つの全体にまとめたもので、これを彼はバーティスツと名付けた。またバートン・ライトは 以前、巧妙な師範の下で、ボクシング、レスリング、フェンシング、サバット、そしてスティレットの使用を研究しており、彼らの申し出に満足するまで相手と多流試合を戦うことで、自らの技能を試したと伝えられている。彼はバーティツを、あらゆる形態の自己防衛を意味するものと定義し、彼自身の性、バートンと、柔術を混成した。 バートン流柔術を指すようなカバン語としてこの言葉を作った。1899年から1901年の間にバートン・ライトがピアソンズ・マガジン向けに作成した一連の記事で、衝術されているように、バーティツは寺島寛一郎の神伝不動流柔術及び行動間柔道から主に編み出されたものである。それがロンドンで確立されるにつれ、このギ芸は、 他の柔術流派からだけでなく、英国のボクシング、スイスのシュビンゲン、フランスのサバット、そして、スイス人のピエール・ビニーが創設したステッキによる、五神術、ラカンからも、技術を組み入れて拡大した。バーティツはまた、総合的な身体鍛錬のトレーニングシステムも含む、ものだった。1901年に、ロンドン日本協会で行われた、講演のメモに、 バートン・ライトは次のように書いている。バーティツの基礎には、ボクシング、または、打撃手段として、拳の使用、攻撃的及び防御的な意味で、足の使用、護身手段として、ステッキの使用が含まれています。日本式レスリングの秘められたスタイルである柔道と、柔術を、護身に適応して近接技と呼んでいます。 卑劣な攻撃や喧嘩での負傷に対する免疫をできる限り持っておくには適切な方向で振るわれた打撃の危険性や速さ及び科学的に攻撃された個別の身体箇所を完全に認識するためボクシングを理解する必要があるのです同じことは当然足や棒の使用にも当てはまります柔道や柔術は殴ったり蹴ったりしてくる相手に対する攻撃及び 防御の主な手段として編み出されたものではなく接近戦になった後でのみ使用されるものです。そして近接を取るためにはボクシング及び足の使い方を理解することが絶対に必要なのです。1899年から1902年にかけてバートンライトは雑誌の記事、インタビュー、一連のデモンストレーションあるいは様々なロンドンの会場での アサルト・アット・アームズを通して、自らの技芸を宣伝するようになった。彼は、バーティツ・アームズ・フィジカル・カルチャーと呼ばれる学校を設立。非公式には、バーティツ・クラブとして知られ、双方のシャフツ・ベリー・アベニュー67ビットにあった。サンダー、エス・マガジン・オブ・フィジカル・カルチャーボリューム6の記事にて、ジャーナリストのメアリー・ニュージェントは、バーティツ・クラブを、巨大な地下ホール、 すべてが光り輝く白いタイル張りの壁と伝統の光、そこをチャンピオンたちが虎ラのように動き回っていると記述した。行動管柔道の創始者であるカノージゴロウ及び日本にいる他の知人との文通を経て、バートンライトは日本人の柔術熟練者である谷、金尾、山本製造、そして19歳の谷幸オのロンドン旅行を手配し、 バーティッツクラブで講師として働いてもらった。谷に金をと、山本はすぐに、日本へ帰国するも、谷幸行は止まり、もう一人の若い柔術家、上西定一と、やがて一緒に活動することとなった。スイスの上級歌手官であるピエール・ビニー及びレッスラーの、アーマンド・シャーピラードも、また同クラブの講師として雇われた。裕福な、ロンドン人を教えるのは、もちろん、 彼らの任務にはデモンストレーションを実演することや他の格闘流派を代表するファイターに対して挑戦試合で争うことも含まれていた。さらに、このクラブは陸軍隊員アルフレッド・ハットンが率いるフェンシングの古書収集グループの本部となり、それは歴史的なフェンシングのテクニックを検証する彼らの基盤として役立ち、それを ステージコンバットで使うためロンドンのエンゲリートの会員に教えていた。俳優のエスメ・ベリンジャーとチャールズ・セフトン、同じくフェンシング選手のアーチボールド・コーブルも、おそらくバーティツクラブにおける、ハットンの歴史的フェンシングの生徒だったと思われる。1901年の半ばに、バーティツのカリキュラムはさらに拡大して、ケイトベンキー夫人の授業のもとで、呼吸法が行われるようになった。 競技用ジムばかりではなく、バーティスクラブは、幅広い電気治療機器を備え付けるなど、設備の整ったサロンを導入した。このクラブは、ビクトリア朝スポーツクラブのモデルで運営されていた。入会希望者は、委員会に申請書を提出し、一時期は、陸軍隊員のアルフレッド・ハットンや同大佐の、ジョージ・マルコム・フォックス、英国陸軍体力訓練隊の元監察官も、 在籍していたこのクラブの主催者には、政治家のハーバート・グラッドストーンや、アルウィン、コンプトン教がいた。バーティッツクラブの会員には、タイタニック号沈没での数少ない成人男性の、生存者の一人ながら、後に悪評が立ったコズモダフゴードン、また後にバーティッツのステッキ術に関する記事を、 ジャーナルオブザユナイテッドサービスインスティチューションオブインディアに書いた第12回ベンガルフ表隊の FC、ライング隊員などがいる。他のクラブ会員には、ハットン隊員の指揮下にいた、多数の兵士や、どちらも、ロンドンライフルブリゲード兵術学校のメンバーだった、アーネスト・ジョージ・ステンソン・クック隊員及び、フランク・ハーバート・ウィットー隊員、そしてクラブの会長として任命された。 ウィリアム・ヘンリー・グレンフェルラがいた。この期間に、セイジェームズ・ホールで行ったバーティッツのデモンストレーションの一環で、バートン・ライトは3分以内に大柄な男性7人に挑戦して打ちまかしたと後に10回した。彼は、この偉業が自分に名門バスクラブの会員権を与えてくれ、プリンス・オブ・ウェールズのエドワード7世に越見する、勅命をいただくことになったと語っている。 不幸なことに、バートン・ライトは、その後、ケントの田舎道にて格闘をあるいは自転車事故に、あって手を負傷したため、王子の前に参上することができなかった。バートン・ライトはクラブで教わった4つの主要な、近接格闘スタイルのいずれも研究するよう、バーティッツクラブの会員に奨励しており、それぞれが、個人格闘での異なる、前におおむね対応するものだった。その目標は、 必要に応じて他人の技への対抗に使える洋角スタイルを極めることにあった。このプロセスは現代のクロストレーニングの概念と似ており、バーティツ自体が正式な武道スタイルよりも本質的にクロストレーニングシステムの範疇にあると論じることもできるだろう。この主題に関するバートン・ライトの著述によると、バーティツが打撃の間合いではビニーの防術格闘を そして組技の間合いでは柔術を最も重視していたことが明白である。これら二つの間合いの意向を滑らかに続けるため、あるいは身を守る側が杖で武装していない場合の最初の対応策として、サバット及びボクシングの手法が使用された。これらのスポーツは明快でありまた実践されたことで、バーティッツの生徒は、 銃術とビニー防術格闘の使用を通じて、相手に対して、どのように防御するかを学ぶことができた。防術格闘の構成要素は、先制してフェイント及び打撃すること、または誘導ポジションを取って、相手の打撃を出させて外すという二つの基本戦術に基づいていた。高い両手でのガードポジションが、特徴的なスタイルから戦い、棒の打撃及び突きは、 相手の顔や頭、喉、肘、手と手首、溝落ち、膝とすねを狙った。バーティッツの防術格闘者はしばしば、掛け技、投げ技、テイクダウンといった、近接格闘術を組み入れており、それはおそらく、ビニーの防術体系と柔術との融合を表す、ものである。バートンライトは、殴って攻撃してくる者が、自分の拳を負傷し、蹴って攻撃する者が、 自分の足を痛めることにつながるガードができるよう、ボクシングとサバットのテクニックを、誤身のために修正したと語った。従って、武装していないバーティス実践者の戦術は、攻撃的な防御を行うことにあった。それはボクシング及びサバットの標準的な防御における、多彩なダメージングを用いて、その後に、柔術で戦いを終えるためのもので、 シャフツベリーアベニューにある彼のアカデミーがそれを学べる、英国で唯一の場所だった時代には、明らかにそれを一種の秘密兵器だとバートンライトは、考えていた。彼にインタビューを行ったメアリー・ニュージェントによると、バートンライトは風変わりな教育システムを設けており、生徒は授業グループへの参加を許可される前にまず、個人的なトレーニングセッションへの出席を求められた。 バーティツの授業には、フリーのスパーリングやフェンシングの試合だけでなく、リハーサルのための準備運動でも特に全速力や、フルコンタクトで実演するにはあまりに危険なテクニックが、含まれていたのは確かである。1九百一年四月十日の、ザ・スケッチに発表された、匿名記事によると、これらのセッションは、各専門家のインストラクターによって教えられる、小規模グループ授業で、 生徒が交代する形のサーキットトレーニングを含むものだったようである。バーティッツの様々な護身術テクニックと訓練手順は、バートン・ライト自身により、ピアソンズ・マガジンの一連の記事にて記録された。これ以外にバーティッツの防術格闘訓練の詳細は、ライングタイの記事にて記録された。1902年半ばまでに、バーティッツクラブはもはや、 マーシャルアーツの学校として活動していなかった。クラブ閉鎖の正確な理由は不明だが、柔術講師のウィリアム・ガルドは、入会金と授業料の両方が高すぎたことを後に、示唆した。バートン・ライトは、異国風の護身術に関心を寄せてくれる裕福な、ロンドン市民の数を単純に過大評価していたようで、ある。最後に記録された、バーティスクラブ全体の活動は、 1902年1月から4月の間における、ケンブリッジ大学、オックスフォード市長社、ケントにあるショーンクリフ陸軍キャンプ基地、ノッティンガムのメカニックインスティチュートホール、リバプールのアデルフィ劇場といった会場でのエキシビジョンやコンテストを含む一連のツアーであった。その後、谷雪を上西定一。ビニーなどは、ロンドンに、 護神術及び格闘スポーツ用のジムを設立した。噂では、議論や格闘のためにバートンライトと衝突した後も、アポロの芸名で興行する強力なパフォーマーかつ、雑誌出版社、ウィリアム・バンキアーの抜け目ない経営のもと、谷はミュージックホールで活躍するプロのレスラーとして仕事を続けた。バンキアーの宣伝活動は、 バートン・ライトが始めた柔術の国際的流行に拍車をかける手助けとなり、たくさんの本や雑誌記事の出版は、もちろんのこと、西欧諸国に柔術学校が設立されていった。この流行は、第一次世界大戦に突入するまで続き、西洋の大衆文化に日本の武道を紹介する役目を果たした。しかしバートン・ライトの存命中、 バーティツ自体が目立って復帰することは全くなかった。もしもアーサー・コナンドイルが自らのシャーロック・ホームズの推理小説の一編にて謎めいた言及をしなかったらバーティツは完全に忘れられてしまったかもしれない。1903年コナンドイルは続編の物語、アキラの冒険にてホームズを復活させ、そこでホームズは ライヘンバッハの滝での戦いで、宿敵、モリアーティ教授に勝てたのは、バリーツ、すなわち、日本のレスリングシステムを使用したものと説明し、それは私にとってかつてなく非常に有益だったと、述べたのである。バリーツという用語は、空き家の冒険に英語版の他に1901年の、ロンドンタイムズ紙で、ジャパニーズレスリングアットザ・ティボリと題された。 記事以外には存在せず、校舎は、ロンドンにてバーティッツが繰り広げたデモンストレーションで、名前の綴りを、バリッツと間違えたものだった。コナンドイルが1901年の、ロンドンタイムズ記事を資料素材として使用し、綴り間違いの、バリッツを文字通りに移したようである。特に彼はホームズに、バリッツを、日本のレスリングだと、定義させており、これは、 同新聞の見出しで使われているのと同じフレーズであった。シャーロック・ホームズ物語の人気が非常に高いこと、ホームズがモリアーティに対する自分の生存と勝利を馬率と称したこと、そしてバートン・ライトの格闘技と共にその名前の正しい綴りも急速に大衆の記憶から消えてしまった事実もあって、名称の混乱は20世紀の大部分にわたって続いた。 1958年のザ・ベーカー・ストリート・ジャーナルのクリスマス記事で記者のラルフ・ジャドソンはバリーツをバーティツと正しく識別したが彼の記事自体は最終的には不明瞭であった。1980年代に研究者アラン・フロムとニコラス・ソームズはバリーツとバーティツの間にある関連性を再び主張し1990年代までに 平山雄一、ジョン・ホール、リチャード・ボーエン、そしてジェームズ・ウェッブを含む学者たちは、シャーロック・ホームズのマーシャル・アーツを自信を持って、識別することができ、文書化に至っている。E.W. バートン・ライトは、残りの経歴を、革新的な形式の熱、光、放射線療法を専門とする理学療法士として、働いて過ごした。彼は、 自分の様々な治療ビジネスについても、バーティツという名前を使い続けた。1950年、バートン・ライトは、武道会の開放に乗る記事のため小泉軍司にインタビューされ、その年の後に彼は、イギリスにおける柔術の先駆者として、ロンドンでの武道会の集会で観客に紹介された。1951年、彼は90歳で死去し、後年の武道士学者。 リチャード・ボーエンが無縁の墓と述べたものに埋葬された。多くの点で E.W. バートン・ライトは時代を先取りした人物であった。彼は日本の武道を学んだことで知られる最初のヨーロッパ人の一人であり、それらを英国やアメリカ大陸他ヨーロッパで教えた人物としてはほぼ確実に最初であった。バーティスは非武装社会における文明や 都市圏の自衛問題に取り組もうとして、アジアとヨーロッパの格闘スタイルを意図的に組み合わせた最初のマーシャルアーツだった。この中で、バートン・ライトは70年以上経てば、ブルース・リーのジー・クンドーに近づくと予想していた。似たような実用主義的接中主義の哲学は、パーシー・ロングハースト、ウィリアム・ガラッド、ジャン・ジョセフルノーを含むヨーロッパ20世紀初頭の他の、 ご身術専門家によって取り上げられた。1906年、ルノーは、当時の路上暴力の増加に対抗するため、フランスで、ディフェンス・ドン・ラ・リューと呼ばれる、同様の概念を導入した。この儀芸は、バーティツから継承されたボクシング、サバット、柔術の混合であり、専任経営階層、ジョゼフ・シャルルモンの影響を受けたエミール・アンドレ。 ジョージ・デュボアのような同時代の作家によって広められた。1920年代、ブラジルの体育教師、マリオ・アレイシューは、雑誌、e u s e e t u ドに、カポエラ、柔術、ボクシング、グレコローマンレスリング、ポルトガルの防術格闘を組み合わせた、デフェザ・ペッソールに関する記事を発表した。ピアソンズ・マガジンで図解された、バートン・ライトの一連の記事は、 新聞と雑誌において、五神術の特性を普及させた。以前は、稀だったが、二十世紀最初の十年の間に、普通のことになった。EW バートン・ライトはまた、総合格闘技や異なる格闘スタイルの専門家が、共通ルールの下で競い合う MMA コンテストの、先駆的なプロモーターとしても名を残している。谷幸雄、上西定一。 スイスの主人間のレスラーであるアーマンド・シャーピラードを含むバートン・ライトのチャンピオンはこれらのコンテストでかなりの成功を成し遂げ、それは100年を経た1990年代の MMA 現象に先んずるものだった。バーティッツクラブはヨーロッパにおいて女性の護身術の授業を提供する最初の学校で、これはクラブ終了後にエディス・マーガレット・ガルドや エミリー・ダイアマ・ワッツを含む谷幸夫や上西天一の生徒によって実践が行われた。ガルド・プジンは、ロンドンに彼女自身の柔術道場を設立し、そしてまた、女性社会政治同盟の秘密、ボディガード部隊を含む、武闘派サフラジェットのメンバーにその技芸を教え、五神術訓練とフェミニズムの政治哲学との間に、早期の提携を確立した。 2015年7月、イギリスの作家ナイジェル・ゴードンは、1960年代初頭に、スタッフォード・シャー州ウェンズベリーの町のクラブで、バートン・ライトの防術格闘システムとも呼ばれるバーティツの防術格闘を勉強したと報告した。ゴードンによると、ソリフルとティープトン近隣の町には2つの同じような、クラブがあり、おそらく、 フランクスモールという名前の教師によってすべて教育がなされていた。この期間中のバーティッツ防術格闘の存続、または復興は20世紀半ばにこの儀芸がほぼ完全に忘れられていたという点で重要である。2001年にエレクトロニック・ジャーナルズ・オブ・マーシャル・アーツ・アンド・サイエンシズというウェブサイトがリチャード・ボーエンによって大英図書館のアーカイブで発見された。 バートンライトのたくさんの雑誌記事を改めて公開し始めた。すぐに杖を使ったご真術の記事にはフォローを行う少数カルトが集まって、そのイラストがしばしばユーモラスな見出しや、その他の変更を加えて、他の多くのサイトでコピーされた。その年にはまた、英国のリーズにあるロイヤルアーマリーズで行われた教育的展示に、 バーティツ防術格闘のデモンストレーションが追加された。2002年、バーティツソサエティとして知られるバーティツ愛好家の国際協会が結成され、当時の EW バートン・ライトのニューアート・オブ・セルフ・ディフェンスが調査されて復活を果たした。同協会は、政党、バーティツとネオ・バーティツの2つの関連分野を通して、バーティツの研究及び訓練に取り組んでいる。 現代の復活は、オリジナルのバー,ーティスクラブが閉鎖された時に、以下の試みが進行中の作業だったという前提で、政党のシラバスとして知られているものを遵守すること、及び1901年頃に行われた、ボクシング、柔術、某術格闘のクロストレーニングや試練における、バートンライトの実験継続を目的としている。従って、その復活は、意図的に、時代錯誤な、 共同で取り組む、終わりのない、誰でも参加できるプロジェクトだと考えられている。関連した興味には、ビクトリア長及び、エドワード町の社会史としての武道研究が含まれる。バーティツ・ソサエティは、作家ウィル・トーマスによって設立された電子メールのグループを介して、コミュニケーションを取り、個々の会員は、バーティツの格闘テクニックに関する。 実践的なセミナー及び訓練コースを提供している。2003年以降、バーティツ・ソサエティの会員は、世界各地で開催される、ステージコンバットや、武道の会議で、その技芸の様々な側面について、セミナーを教えるようになっていった。バーティツ・ソサエティと2つの概要に触発されて、導かれたバーティツの訓練プログラムは、バンクーバーを拠点とする。 アカデミック・デュエロの道場をはじめ、ドイツのブッパータールや、カナダのサスカチュワン州カロンポート、シカゴのレーベンズウッドにある道場を、他多くの場所で開始された。2005年8月、教会は、トニー・ウルフによって編集された、本、ザ・バーティツ・コンペンディアムを出版した。この概要は、正当バーティツのための技術的カリキュラムの、他、その技芸の完全な歴史を象述している。 第2巻は、バートン・ライト自身の著述を呼び彼の同僚や、その生徒によって作られた、護身術マニュアルから編み出された、ネオ・バーティツのための資料を含んでいる。2006年9月、バーティツ・ソサエティの会員であるカーク・ローソンは、バーティツ・ザ・マーシャル・アーツ・オブ・シャーロック・ホームズというタイトルの DVD をリリースした。これは6年春、カムン・ボタ道場にいて、 歴史的西洋マーシャルアーツのセミナーで実演された、バーティツ技術のプレゼンテーションである。バーティツの概要1.2巻及び、マーシャルアーツオブ、シャーロック・ホームズ DVD の売り上げからの収入は、バートン・ライトの記念品制作及びバーティツの復興を促進するために捧げられた。2006年10月。 バーティッツソサエティは bartitsu.org のウェブサイトを立ち上げた。そこでは、バートンライトの武道の歴史、理論、実践、並びにバーティッツ復活に関する現在のイベントについての情報が見られる。2010年、バートンライトへの意識を啓発するためのセミナーツアーが開催された。トニーウルフは、アメリカ西海岸で連続セミナーを教え、 カリフォルニアから始めてオレゴン州に移り、その後セミナーはワシントン州、シアトル、そしてカナダのバンクーバーで開催された。2009年8月にバーティッツソサエティは EW ・ e、バートン・ライトと彼の護身術に関する長編ドキュメンタリーの制作を発表し、それは2011年3月に公開された。2011年8月26から28日に 最初の国際的なバーティッツスクール・オブ・アームズのセミナーや会議のイベントが英国ロンドンで開催され、2回目のイベントは2012年9月7から9日にかけて米国シカゴで開催された。バーティッツの様々な側面に関する記事が多くの格闘技専門誌に掲載されたほか、一般誌のウォール・ストリート・ジャーナル、シカゴ・トリビューンやジ・アトランティック、 ヒストリー・トゥ・デートでも取り上げられた。その疑芸は、英国のテレビ番組、ジ・ワン・ショー、サンデー・ブランチそして、BBC4 のドキュメンタリーシリーズでも上映された。バーティツ、ザ・ロスト、マーシャル・アーツ・オブ、シャーロック・ホームズは、特にシャーロック・ホームズとの関連に言及して、バーティツの歴史と衰退及び現代の復活を、衝述した長編ドキュメンタリーである。 司会のトニー・ウルフは、スイスのライフェンバッハの滝や隣接する町マイリンゲン、ロンドン、ハルトホイッスル、ローマ、アマンテアなど、ヨーロッパ各地を行き来しながら、バーティツの起源と前世紀を、ナレーション、アニメ画像、再現映像、アーカイブ写真、インタビューを通して説明している。インタビュー対象者は、作家のウィル・トーマスとニール・スティーブンスン、および、武道歴史家4名である。 主なテーマとして、オリエンタリズム、身体鍛錬、犯罪学における、エドワード王朝の利益が地点としてのバーティツの発展に触れている。具体的には、ロンドンにおける急進的なサフラジェット運動の、ボディガードによる柔術の使用、及びその後の西洋大衆文化における、日本の武道の普及。バートン・ライト自身の人格的プロフィール及び当初の、 バーティツ流行における他の主要人物。そして、バーティツとシャーロック・ホームズのバリーツとの関係について語っている。イタリアとアメリカ合衆国における追加の直近映像は、レクリエーション的な武道としてのバーティツの現代的復活を示している。コナンドイルのバリーツは20世紀後半にそれ自身が展開していき、ドック・サベジとザ・シャドウを含む、 架空のヒーローがその極意を極めたと正式に記された。後者の二人のキャラクターは DC コミックスのクロスオーバー作品ではバリーツを知っているとして登場したもので、それがザ・シャドウ・ストライクスに波及した。バリーツはシャーロック・ホームズに触発された数多くのパスティーシュ小説や短編小説に出てくるほか、ビクトリア朝時代及びエドワード朝時代という設定のいくつかの ロールプレイングゲームのルールにも組み込まれている。漫画及びアニメシリーズ、黒執事ダンタリアンの初夏は、どちらも、馬ツに官能なキャラクターが主要人物となっている。小説家ウィル、トーマスの、バーカーラウェリン推理小説シリーズの主人公、サイラス・ベイカーは、部分的に、e、EW ・バートン・ライトに触発されており、エイドリアン・クレスのヤング・アダルト小説。 ザ・フライデー・ソサエティにおける悪巻さ、カラム・フィールディング・ショーも同様である。シャーロック・ホームズにおける盾の振付師、リチャード・ライアンは、同プロジェクトのために開発された、ネオ・バーティツが、中国式ボクシングと刀剣劇と、ブラジリアン柔術の要素の組み合わせだと説明した。この映画のバーティツは、古典的ビクトリア朝のバーティツス,スタイルの、現代的解釈であると言われた。 2009年12月23日にバニティフェア氏のインタビューで監督のガイリッチーはバリーツを柔術の位置形態として次のように説明している。これはヨーロッパでマーシャルアーツが各地に普及する前の方法です。実際にインターネットで調べることが可能でこれらの小さな男性が杖で互いに叩き合っているのを見ることでしょう。相手の強さを利用して それらに対抗するという考えでした。ある人を無力化するために使用される、あらゆる種類の固め技や、締め技ほか様々なテクニックが存在します。目に、たくさんの帽子を投げてきても、その時は、できれば、杖を使って、それらを叩くのです。映画の盾の振り付けには、杖を使った、両手突きや敵対者をかわしてから組みつくための、オーバーコートの使用など、 バートン・ライトの記事に出てくるいくつかの特徴的な格闘テクニックを含むものだった。2011年の続編、シャーロック・ホームズ・シャドー・ゲームでの盾の振り付けは、昔のバーティスにますます似たものとなっている。ベルグレービアの終文、BBC のテレビシリーズ、シャーロック第2シーズンのエピソード1の解説 DVD で、作家のマーク・ゲーティスは、ベルグレービアのベッド髪型にある、 ガラス額縁の署名について、最後の事件でホームズが、ライヘンバッハの滝の状況から出した、日本の武芸、馬律のルールを示したものだと述べた。実際のところ、その書道具は額縁に入った、行動官の柔道黒帯証明書である。この第3シーズン最初のエピソードで、シャーロック・ホームズは、モリアーティとの屋上での遭遇で自分が生き残ることを、 可能にしたかもしれない13のシナリオのうちの2番目として、日本式レスリングのシステムをほのめかしている。2015年のグラフィックノベル3部作、サファレイーツ、ミセス・パンク・ハースト、エス・アマゾンズは、過激派サフラジエットの指導者を逮捕及び吸収から、守る女性ボディガードの秘密結社の本部として、バーティッツ・クラブを描いている。そのギ芸は、 グラフィックノベル自体の他同ノベルに触発された、ザ・セカンドストーリーガール、キャリードアウェイ、ザ・イル・オブ・ドッグスという3つの中編及び、短編小説でも頻繁に言及されている。FX 放送網のコメディシリーズ番組、ザ・リーグの2015年エピソード、ドラフト・オブ・イノセンスにおいて、アンドレ・ノージック博士は、バーティッツの熱狂的信奉者として発表された。彼は後に、 武道の驚くべき技量を披露して、花々しい裏路地の乱闘では、防術格闘と柔術のコンビネーションにより武装した4人の資格を打ちまかす。2015年9月17日、ビクトリア朝をテーマにした、ビデオゲーム、アサシンクリードシンジケートにおいて、バーティッツが特別功労賞として発表された。2016年2月、ビデオゲーム、 モータルコンバットシリーズのキャラクターであるボライチョウの技として、スウェーデの格闘バリエーションがバーティツと発表された。ボードビレーンズというタッグ名で知られるエーデン、イングリッシュとサイモンゴッチは NXT と WWE で契約したプロレスラーで何人かのアナウンサーが述べているように、主に構え及び選択的攻撃を伴う彼らのレスリングスタイルにバーティツまたは ビクトリア朝時代のマーシャルアーツを取り入れている。彼らは、カールゴッチのような20世紀初頭からのレスラーの仕掛けを支持している。米国のウェブアニメシリーズ、ルビーにてローマントーチウィックという登場人物は、バーティッツを元にした格闘スタイルを使用する。日本のライトノベル、ロード・エルメロイ通夜の事件簿にてフラット、エルカルドスという登場人物は、バリーツが、漫画、 北斗の剣に出てくる北斗神剣のスタイルに似ていると考察している。映画キングスマンの中でガラハドの異名を持つハリーハートはパブでの戦闘中にバーティッツの要素を使っている。1916年に設定されたメアリ・ロビネット・コアルのファンタジー小説ゴースト・トーカーズの中で登場人物はシャーロック・ホームズを読んだ後にバーティッツを学んだと説明している。 E.W. バートン・ライトとバーティツは、フィリッパ・バランタインとティーモリスによる、スチームパンク小説、ミニストリー・オブ・ペキュリア・オカランシズで特集されている。ありがとうございます。